今や全世界から愛される存在となった TWICE。 華やかにデビューし、現在までその人気は衰えることなく走り続けている彼女たちですが、今年でデビュー7年目となり、所属事務所である JYP エンターテインメントとの再契約を控えています。しかし現時点で公式に発表されていることは何もなく、 TWICE のファンにとっては気になるところではないでしょうか。そんな中、6月12日、韓国のあるオンラインコミュニティ上にメンバーのジョンヨンが有料メッセンジャーアプリ内でファンに宛てた内容が掲載され注目を集めました。この日、ファンとアプリ上でコミュニケーションを続けていたジョンヨンは、私たちは10月までは映像がたくさん入っている、メロディープロジェクトのようなことをするには10月以降にしなければならないそうだと今後の計画について言及。そして、だからメロディープロジェクトは来年あたりにする、すでに2022年の半分が過ぎたなんて時間が経つのが早すぎると付け加えました。このジョンヨンの発言に触れたファンたちは、来年までやるってことは全員再契約ってことじゃない、予想はしてたけど嬉しい、絶対しそうな感じと TWICE のメンバー全員の再契約に期待を示しています。これに先立ち、5月にはメンバーがそれぞれインスタグラムの個人アカウントを開設したことを伝えました。 TWICE が個人 SNS を開設したのはデビュー以来今回が初めてで、一部では個人アカウントの開設を通してメンバー全員の再契約を暗示したのではないかという見方をするファンもいました。しかしその一方で、再契約を控えているこのタイミングでのアカウント開設にソロ活動の準備に入ったのではないかとの反応も見られ、ファン内田では様々な憶測が飛び交っている状況です。 TWICE はこれまでメンバーのミナやジョンヨンの活動休止を通して一部メンバーが活動に参加できない時期もありましたが、現在まで不仲説が浮上することもなく順調に活動を続けています。また彼女たちの人気ぶりは勢いを増しており、今年4月には4度目となるワールドツアー TWICE フォースワールドツアー3の日本公演を東京ドームで3日間開催し、5月14日と15日にはアメリカで行われたアンコール公演でツアーを完走したばかりです。再契約の真相のほどはまだ分かっていませんが、9人揃って再契約し、今後も TWICE として長く活動してくれるのを期待しているファンは多いことでしょう。